お、ライブ配信開始しました。はい、新宿区立大久保公園でございます。今日は縦配信でちょっとこうやってみたいと思いますね。縦配信でございます。ちょっとやってみようかなと思いますね。こんな感じで、まあ、時間早すぎますかね、これ。どうなんだろう、早いのかどうなのかね。まだ0人だけど、ちょっとこうやっててみますね。ご注意ください。大久保病院なんでね。今ちょっと公園のね、中の様子はこんな感じ。公園の周りをこう一回りしてみました。あ、ご覧いただきましてどうもありがとうございます。今日もね、ちょっとお散歩、新宿の街をねお散歩していきたいと思います。そう、お、車が来ましたね。こちらのねカフェは結構作業用に適してるかもしれないです。ホテルの利用者さんじゃなくても、使えます。いやこれですよ、これ、うん、大丈夫かな、なんか変じゃない、これ。ユキニャンさんいますかね。いないから見ていこうか。こう横なんか豆だるまジャンさんの、ね、アドバイスっていうか、縦動画だとフィードに出やすいっておっしゃったんで、ちょっと縦動画でね今日ライブやってみようかなと思いました。そこやっていくわけでございます。縦動画、大久保公園のね周りにおります。こんな感じね。ここまなみさんとこう出会ったところ、この自販機のところですね。まなみさんと出会ったところ、偶然今まなみさんが座られてたところにこれ立ち入り禁止っていうふうにこうなってますでございます。大久保公園ね、昼の大久保公園、まあ、夕方の大久保公園か、夕方の大久保公園。こんな感じ、サッカーとかバスケットとかこうされてらっしゃる方がいらっしゃいます。このね長い柵、高い柵、この西成警察署のような、ね、こう高い柵ね、櫛のように、ね、長い柵がありましてね、でこの柵で大きなお団子が作れんじゃねえかって思ってるとこなんですけど、これだけ高い柵があればしゃ大きなお団子が作れそうだよねって。だから何なのって言えば、まあ何ともないっちゃ何ともないと思うんですけど、そんな感じね。ワイン薬局さん、こんな感じ。ねえ、こんにちは、こんにちは。
ょっと東横の方行ってみましょうか。東横の方、右手に見えますのが、大久保病院でございます、ね。あ、お姉さんこんばんは。今日はね、縦配信ということでね。お姉さんこんばんは。行ってみたいわけでございます。あ、こんばんは。ジローの復活はもうまだかもしれないですね。ジロートゥルルトゥルルジロー。お、ほら、まだ閉まってますね、次郎さんでございます。お、9名様ご覧いただきましてどうもありがとうございます。さあ、歌舞伎町交番って、もう俺6回目だからさ、6回目でもうね、人の姿撮っちゃダメでしょ。人の姿撮っちゃダメだって。君たちの防犯カメラはどうなってんだよって。これは業務ですから。俺だって業務だよ。何の業務ですか。 YouTube っていう業務じゃん。それはあなたが勝手に動画を上げて収益を得てる。俺はグルグルから委託されてんだよ。本当に委託されてるんすか。俺グーグルからお金もらってるもん。あ、これ遠い子遠い子遠い子でございますね。遠い子ね、遠い子ですよ。遠い子、お、ありがとうございますってね。パッと見ユキニャンの姿は見えなそうですね。このね、青色い柵、これユキニャンさんのねパーカーと同じ色に合わせたのか合わせてないのか、青色のこう柵でございます。こんばんは、シンガーソングライターのジェリナです。よろしくお願いします。シンガーソングライターさんね。今日は私映ってるらしいんですよ。映ってますね。歌舞伎町タワー映ってますよ、お姉さんって、ね。パッと見ユキニャンの姿は見えなそうですね。うちの娘いるかなって、うちの娘ってうちの娘いるかなって、うん、イーブイさんとかこうミサさんとかいるかなって。イーブイさんとかミサさんとかこんばんは、こんばんは、こんばんは。いないかな、うちの娘はね。あ、こんばんは、お姉さん。この辺はね、もうすぐゴジラロードに行こうかな。もうすぐゴジラロードに差し掛かるところ。差し掛かるところらへんかな、うん、ゴジラロード。あ、お姉さんこんばんは。こんばんにゃーって、こんばんはにーって。あ、お姉さん扇風機素敵ですね。こんばんはにーって、こんばんはに、こんばんはにっつって。あ、お姉さんご旅行ですか。 Where are you from? あ、お、お、
お姉さん、你好。あ、配信者。あ、あ、从中国。あ、什么名字？バイバイ。だって。オープンはできたけどさって。できたのかオープン。あ、お姉さん。かわちいね。ちょっと俺と喋ろっかって。俺ヒロシっちゅうの。あなたは随分若そうだな。これは若そうだな。これ。かわいいの。にはん、オッケー、ライブライブ、こんにちは、ありがとう。How old her? How old? 3歳4歳あ、5歳かわいいねありがとうございます YouTuber Where are you from? Where are you from? ベトナムか good, good. I went to ベトナム10年前ハノイそうだ。すごいすごい。ありがとうございます。バイバイ。だって。ちょっとお姉さん。お姉さん。お姉さん、お姉さんどこ行くの？あ、お姉さんこんばんはに。あ、お姉さんお菓子食べますか？ゼリーか大福。映してもいい？YouTube ライブ中なんだけど。ちょっとだけ？防犯カメラを設置。あら。撮影を行っています。あ、こっち向いてなかった。安全。しまったな。安心な街づくりのためわけわからないです。お姉さんこんばん、こんばんはに。あ、今日も暑いですね小太郎さん。今日もねちょっとずつ涼しくなってきますからね。こんばんはに、こんばんはにって小太郎さん。カメラ見て、おハロー、ハロー、 YouTube OK? YouTube ライブ、お姉さん Where are you from? いい、ね、今日は縦配信ですよ小太郎さん。縦配信。あ、お姉さんこんばんは、こんばんはに。いつもと画面が違います。あの今日は撮り方をちょっと変えてみました。縦撮りで、縦撮りね、こんな感じ、こんな感じ。あ、お姉さんこんばんは。お、あ、お姉さんこんばんは。 Where are you from? いい YouTube ライブ中やだ、ごめんなさい。
あ、お姉さんこんばんはに YouTube ライブ中ですよ。こんな感じ。あ、お姉さんこんばんは、インタビューしてもいいですか。今18時18分ですね。今日はね、縦画面でね、行ってみようかなと思います。縦画面。あ、ごめんなさい、ね、街の風景。あ、お姉さんこんばんは、お姉さんこんばんはに。あなたは随分若そうだな。あ、お姉さんこんばんは。いつもとはね、違った画角でね、お送りしてますけれども。ね、こんな感じでね。あ、お姉さんこんばんは。こんばんはに。お、にーはお。にーはお、にーはお。お、お姉さん。あ、こんばんは。YouTube ライブ映る？ちょっと。よし。今日は、よし、これね、JK さんに一回声かけたから。で、別に、いろんな人に声かけないと。そう、今日はすごい大きく、こう縦でね、こうやって、やっとこう録画と撮影とライブ同時進行みたい。そうすると一石二鳥なんでね。お姉さんこんばんちょっと映ってもいい？あ、ごめんなさい。ダメだった。さあさあさあ、結構人の波がほら多いです。ほら、この撮り方も徐々に慣れていくか。こう、こう、さあ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 。お姉さんこんばんはに。素敵な扇風機ですね、お姉さん。あ、いやいや、お、にーはー、こんにちは。みゃん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 。お、お姉さんこんばんはに。女子会の雰囲気かな。二人だけの世界入ってるか。シャン、これだけ人がいたらさ、屋台でも出せそうだよね。お、例の広場。小太郎さんこんばんは。
Windows で問題起きてます。お姉さんこんばんは。小太郎さんお帰りなさいませ。お姉さんちょっと映る。どの辺行っちゃうか。お姉さんこんばんは。お姉さんこんばんは。これお姉さんこんばんはにーこんばんはにー事件かな。お姉さん。事件か。これは。こんばんは。うんってうなずいてくれ、だんだんこう薄暗くなってきますから、だんだん薄暗くなってくる。お姉さんこんばんは。この配信のどの辺の答えだ。どの辺行くか。こんばんは。あ、映してもいいですか、ちょっと。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。インタビューね、インタビュー。ちょっとトンネル抜けたとこ行ってみますか。トンネル抜けたとこ。トンネル抜けたとこ。あ、すいません、トンネル抜けたとこ、例の。あ、ごめんなさい。
にゃーんって。ただいまね、6時半ぐらいですね。18時半ぐらい。あれが西武新宿駅ですね。西武新宿駅。ね。インタビュー受けてくれそうな人いるかな。あ、こんばんは。こんばんはに。こんばんはに。こんばんはに。今思い出横丁の方にいます。思い出横丁の方、くるくるくるってコンロしゃん。いつもの例の言っちゃう、いつもの、いつものこれ。いつもの例のやつ。あら、通信が途切れがち。これでな、もうインタビュー取れない時があるからもったいないね。通信が多少途切れがちですけれども、いやー、これね、いただきます。あれ、お姉さん道に迷ってんのかな。お姉さん声かけちゃう。お姉さん道に迷ってますか。大丈夫ですか。ちょっと映りますか、 YouTube で。うんうんうんみたいな。いやー、いただきます。いつものね、マウンテンデュー。いつものマウンテンデュー。もうこの辺、
姉さんこんばんは。よしよしよし、おい、ということでちょっと違う方も回ってみますか。違う方も、違う方もね、こんばんは、こんばんは、こんばんはに、こんばんは、お姉さんこんばんは。お菓子もいかがですか。あ、ごめんなさい。あ、こんばんは。あ、お姉さんこんばんは。ずいぶん若そうだな。小太郎さんお帰りなさい。お姉さんこんばんは。これ新宿夜散歩ってこれタップしたらおっさんがドアップで映るっていう、どういうことだっていう。こんばんは。あ、道に迷ってる系かな。大丈夫かな。ちょっとしゃべろっか。やだ。君かわちいね。ちょっとしゃべろっか。やだ。それやだのところからちょっと東京夜散歩さんになってるっていう。お姉さんこんばんは。お姉さんの扇風機いいですね。こんばんは。この辺りはもうどうかなって。おおお、あ、お姉さんお菓子食べますか。この辺りはもう人がね結構多いですね。こんばんはこんばんはこんばんはこんばんにゃこんばんはに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 、あ、ハロー、Where are you from? こんばんはにこんばんはに、あら、こんばんは。知ってる人もいなそうかな。しょうが、うん、知ってる人も、
んばんは。映ります。あー、そうです。こんばんは。あ、ちょっと映ります。 YouTube ライブ、あ、すいません。はい、あ、お姉さんこんばん。かわきいねって、ちょっと喋ろっかって。お、これすごいじゃん。これ今日た盾だから、これ東京夜散歩チャンネル系のチャンネルかなと思って、これタップしたらね、おっさんがこうドアップで喋ってるっていう。どうです、これこれ。お、どうですかこれ。ん、いよいよこのね、今夜もゴジラロードに向かってて、さっきもゴジラロードから来たんですけど、あ、お姉さんご旅行ですか。今度さ、これだけ人が多かったらさ、屋台でも出せそうだよね。今度屋台でも出してみようか。やだ、あら、東横系の、こんばんは、お姉さん。お姉さん、お姉さん、ゼリーでもよかったら、俺とゼリーでも。あら、もうこれ、あ、ちょっと接続が大丈夫か。接続、お、戻ってきた。安心安全にね、新宿の繁華街を楽しむため。あ、お姉さんこんばんは。 Where are you from? ハロー。さあさあさあ、これだけ人がいたらさ、これだけ人がいたらさ、今度さ、これだけ人がいたらさ、これだけ人がいたらさ、インタビューできそうだよね。インタビューしてみよっか。お姉さんこんばんは。あ、どうもこんばんは。よかったら僕インタビューしてるものなんですけどって。お、インタビューできそうな人。あ、こんばんは。インタビューできそうな、お、あの方も撮影してますね。あの方も、うん、報道の方かな。お、カメラマンさんですか。YouTuber です。ありがとうございます。ちょっと映っちゃっても大丈夫ですか。ライブは、あ、すいません、失礼します。わあ、ゴジラロード、あ、お姉さんこんばんはに。お姉さんこんばんはに、こんばんはに、こんばんはにって。スマホないと。今度さ、これだけ人がいたらさ、
インタビューでもできそうだよね。インタビューでもさ、あ、お姉さんこんばんは。あの女の子もういないか、ポテト好きの女の子。これ見てたらすいません、これご覧になられてたらご覧になられてないかもしれないけどね、俺たちが出会ったところこの辺。あ、こんばんは。こんばんは、こんばんはって、こんばんはにって、こんばんはに、こんばんはにっつって、ん？あれ、なめだるまジャンさんじゃないですか。あ、新宿夜散歩の森さん、アドバイス通り立てて今日はやってます。立ててやってます、はいはい、いや立ての方が絶対いいですよ。どうもありがとうございます。なめだるまジャンさん、立ての方が絶対行きますよ。ちょっと、あ、いやいやいや、まあ今3人です、僕1500人ぐらいだからもう十分です。3人でも、マジですか、はい、3人5人ぐらいでも全然。え、チャンネル名って何でしたっけ。チャンネル名森ひろしチャンネルです。でシリーズがあの新宿夜散歩っていう、あの東京夜散歩さんのちょっとパクリしてる、はいはい、ああ、はい、はいはいはい、なんか前も声、はい、かけるさん、はい、森博です。え、偉そうにちょっとアドバイスでいいですか、はい、もしかしたらタイトルもうちょっとやってる内容が分かるようなタイトルあの名前多分いや多分、ね、ごめんなさい、いやいやいや、いい、全然全然、森博さんだと、はい、多分何やってるか分かんないかもしれないです。あの、はい、あ、そうですよね、そうですよね、はい、なんで、はい、なんか夜散歩森博士とか、あ、はい、どうもどうも、あ、どうもどうも、なめだるまジャンさん、森博士さんです、はいはい、森博士さんです、はい、あのなめだるまジャンさん、はいはい、名古屋、あれ愛知県の方の方でしたっけ、愛知県出身の、4ヶ月だけ出張してたことがありまして、え、はいはい、名古屋の方に、はい、その時にあのなんか栄のクラブとか行きました。マジですか、はい、はい、ありがとうございました。すいません、夜散歩さんのような感じで、なめだるまジャンさん、なめだるまジャン、ちょっとやってることは分かった方がいいですって。俺も何やってんだかよく分かんないんだけどさ、何言ってんだって、なめだるまジャン、お、ハロー、ちょっと映る、ちょっと映る、 YouTube ライブ映る、 OK、 YouTube ライブ、 お、ありがとう、 Where are you from? あ、お姉さんこんばんは。ちょっと映る、 YouTube ライブ、あ、映る、あ、お友達と一緒、あ、そっか、お友達と一緒、ちょっと映る、 YouTuber で今ライブ中なの。あ、やだ、 お菓子だけ食べる、じゃあ、え、大丈夫、あ、大丈夫、ごめんね、ありがとう、ありがとう、だってあれ、エンジョイズアンマイさん、エンジョイズアンマイさんこんばんは。よいしょ、ほら、新宿エールのお姉さん、ほら、大きく、ほら、なめだるまちゃん、トイレある、店の中にある、店あるよ、だ、店の中が一番近いよ、トイレ、おいしそう、下痢だった、ショパパ、お姉さんこんばんは、
あ、葵さんいるかな、葵さん。いないか。いないか。お、ちょっと涼しくなってきましたね。ちょっと涼しくなってきた。お、目の前にいる？あ、こんばんは。あ、JK がいっぱいいる。ほら、JK がいっぱいいるから話しかけようか。JK さんが。お、こんばんは。YouTube ライブ中なんですけど、ダメだった。夜散歩さんいないかな。夜散歩さん。YouTube ライブ中？どうでしょ？イーブイさんとかこうミサさんとかいないかな。ほら、ほら。娘いるかなみたいな。私の娘じゃないけどって。娘いるかみたいな。娘。娘いるか。ゆきにゃんは今日いるか、ゆきにゃんさんは。お、こんばんは。お、この前のあの方じゃないですか、あの方。お、糸お菓子の方じゃないですか。この前もお会いした、お会いした方、あ、糸お菓子の方、どうぞ一個今日も。はい、ゆきにゃんさん今日いるんですか。はい、はい、あ、マジですか。いや、タイミングが分かんない。あ、ありがとうございます。気分しないよ。ありがとうございます。俺を探してんの。あ、ゆきにゃんさんです。ゆきにゃんさん、ゆきにゃん今日来ないよ多分。あ、そうなんですか。どれくらいないよ、来ないよ。来ないか、うん、大丈夫です。あ、お姉さんこんばんは。おはよう。おー、来てたい。もちろんセキュリティも取ってんじゃんかよって。うん、もちろんセキュリティも取ってんじゃんか。あの人たちは業務ですから。俺だって業務だよ。何の業務ですか。 YouTube って業務じゃん。それはあなたが勝手に動画を上げて収益を得てる。あ、お姉さんこんばんは。だから俺は Google から委託されてんだよ。委託じゃないですよね。 Google から収益もらってるもん。いや、それはあなたが勝手に動画を上げて収益を得てる。だから Google から委託されてるわけじゃないですよね。だからしゃーん、今日はライオンがしゃあ何も加えてないじゃん。たまにさ、加えてる時ありますから。
だからしゃ、俺は Google からお金もらってんだから、それはあなたが勝手に動画を上げて YouTube に上げてね、収益を得てる。だから Google から委託されてるわけじゃないですよね。だからしゃ、今は防犯カメラはね、車に2台に1台はついてんだよ。区の SP だって防犯カメラ撮ってんだから。でもあなたとは目的が違いますよね。目的があって、 俺も編集しますよ。それでプライバシーの侵害があれば、申請があればそこはぼかす。椅子とテーブルがないか、イベント中だから。あそこら辺に、おね、アーティストさん、豆だるまジャンさんがもう何やってるか分かるシリーズ名した方がいいですよって。新宿夜散歩ですよ。まあ、何やってるかって言ったってね、俺自身も何やっていいか分かんないっていう、その可能性もありますから。みんなの好きなエリアじゃないですか、これ。みんなの好きな大久保病院じゃなくてハイジア、みんなの好きなエリアね。今日はゴーゴーカレー前からお届けしてますけれども、ゴーゴーカレー前からね。なめたるまちゃん、この辺が西武新宿線のエリアですね。西武新宿駅のあたりです。でこのケバブ屋さんがなんか食べれるところができたとかって言って、なんか仙道さんかなんかの動画で紹介されてたかなというふうに思います。髪型まで決まってんじゃん。今日はゴーゴーカレー前からお送りします。この辺りはハイジアの、この前なんか街録の修行中の加藤さんが、多分この辺りか向こう側か、このハイジアの建物の階段のところに葵さんという人が座ってて、あのゆきにゃんチャンネルさんとかに出られてる、それでインタビューしてたかなというふうに思いますね。私もインタビューさせてくんないかなって。ここね、トマトね、源田大輔さんと一緒に夜散歩でね通ったトマトね、トマトね、源田大輔さんね、源田大輔さん今暑いのでね、今の時期お休み中です。寒い時期は私がお休み中でね、
暑い時期になると源田大輔さんがお休み中ということで、こんばんはいうことになっております。もうすぐ19時か。ホテルカラー &P&A。 そうそう、結構気さくな女の子が話してくれて、ところはいないか、キッズさんみたいな方がちょっとここね、ここでここっすね、あの旬な場所っていうところ、ビャってこう出るところ旬な場所、あの女の子たちにこうお菓子あげようかな、あの女の子たちね、お菓子よくしと。あ、お姉さんこんばんは。もう女の子見かけ、まあ十分若そうだなって。うん。あ、お菓子食べますか。大福とゼリー。あ、なんか、あ、どっちでもいいよ。ゼリーと大福があります。大福もいいよ。はい。ちょっとインタビューしてもいい？ダメ？はい、ごめんね。ありがとうね。バイバイ。だって、この尺はもう、この尺は、キッズみたいな子に、このキッズみたいな子が、あの上に乗っかってて、これはもう東横なこっちの方までこう押し寄せてるみたいな感じになってます。押し寄せてる、何が押し寄せてる、まなみさんの知り合いいるから、まなみさんの知り合い、お知り合い、さあちょっとずつね夜が更けてきますけど、今19時ぐらいかな。だいぶ夏なんでね、日が伸びてきて、明るいですね、この時間でもね。明るい時間、こんばんは。ライブ中、今ライブ中、こんばんは。YouTube ライブ中、誰だって、あの方いないから、あの方よいしょ、飲み物がいいな大福かゼリー、爽やかな、どちらもどうぞ、よかったありがとうございます。あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。ライブ中です今。飲み物。あ、車。こんばんは。あ、ゼリー食べますか。ゼリーゼリー。千鶴食堂。千鶴食堂、
しずる食堂はなーって、今ライブ中です。あ、どうぞ。よく出られてる清さん。今日から1週間あの相手はいないけど、はい、あ、そうなんですね。どっかご旅行とかに行かれてる。あ、そうなんですね。ありがとうございます。今日あれ、あれ来んじゃないの、金曜日だから。あ、そうですね、うん、川田さんありがとうございます。ダメだよ、まあ、あの偽清なんか出したらよくご存知 で、 そうですね、ありがとうございます。あああ、あれが、あれ俺や、ヒロキっていうのは俺だから。あ、そうなんですね。あ、あのなんかイケメンの方の清志、あ、そうだったんですね。あ、そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。コメントされてヒロキって入ったら俺だから。あ、そうなんですね。そういうことですか。じゃあ本ご本人でなんかそれをなんかユーモアじゃないですけど、それでおっしゃってるっていう。まだあれはダメ。映った時硬いよ。表情が硬い。表情。リラックスしないとさ。もうあれだよ。はい。俺出てこれ稼いだろう。ありがとうございます。何年ぐらい稼いだろう。1個500円ぐらい一度ありがとうございます。また待ってくんの。はい。ありがとうございます。8時頃来ればいい。はい。ありがとうございます。お清さんいらっしゃった。あれ、夕方じゃないですか。夕方、ほら夕方、夕方、お、お姉さんこんばんは、こんばんはにっつって、こんばんはに。20時ぐらい来ますかね、東京夜散歩さん。今日もファミリーマートさん、歌舞伎町北店。お菓子食べますか、いらないですか、ちょっと映ります、 YouTube ライブ、すいません。イベントどうですか。お、イベント、お、夕方空がだんだん、ね、暗くなってきますね。あ、お姉さんこんばんは。YouTube ライブ中、あ、お姉さんこんばんは。 YouTube ライブ中、ドールド、
か街もね人移るか。あ、お姉さんこんばんはに。これなんか変かな、変でもない、いつも変か。お姉さんこんばんは。お姉さんこんばんは。ちょっとかわちいね、しゃべろっかって。あ、こんばんは、こんばんはに。こうすると声がちっちゃくなっちゃうし、こうすると声がちっちゃくなるし、こう近づけると顔が大きくなるしみたいな、うん、そんな感じ。今日はだから新大久保の街中これいいよね、おしゃれだよね、これこの光の看板みたいな。確かに。ここもね、ちょっと路地裏みたいな感じで、ね、ちょっとした隠れ家的スポットみたいな感じ。この辺もこんばんは。ハニーカフェだって。ハニーカフェ。あらららららら。あ、こんばんは。お姉さんこんばんは。かわいいね、ちょっとしゃべろっかって。こんばんはにって。こんばんはに、こんばんはにって。こんばんはに。あ、お姉さんこんばんは。ちょっとしゃべろっかって。あ、こんばんは、こんばんは。お姉さんこんばんは。 お姉さんこんばんは。ちょっと映りますか。こんばんは。こんばんは。お、道に迷ってらっしゃいますか。あ、すいません。わー、親子仲いいこと。わー、あ、お姉さんこんばんは。あ、こんばんは、ご旅行ですか。お姉さんこんばんは、こんばんは。あ、JK じゃん、JK。よし、JK ほら、おちょっと。お、YouTube ライブ中で、あ、YouTube ライブ中です。よかったら。
なんとかしてって何をなんとかすんだ。YouTube ライブ中誰だって。今日は違う価格でねお届けね。あ、お姉さんこんばんは。違う価格でって。あ、お話伺わす。あ、こんばんは。あ、これかっこいい。こんばんは。お姉さんこんばんは。ちょっと映ります、すいません。お、Where are you from? YouTube ライブちょっと映る、やだ、ごめんね、ソーリー。あ、ちょちょちょ、おちょっと映る YouTube ライブ。君かわちいね、ちょっとしゃべろっかって。やだ、最後にやだだけが、あ、こんばんは。最後にやだだけが東京夜散歩さん風って。君かわちいね、ちょっとしゃべろっか、やだって。ほら。わあ。こうね。こう。ああ、ちょちょちょ、こんばんは、こんばんは、こんばんは。やだって。あ、お姉さん、こんばんは、に。街中ね、街中。俺はそう、街中の撮影をしてるんだよ。でもその中に彼女が明らかに映り込んでいて、いや、街中の撮影をしてんだよ。そんなこと言ったらさ、お花見のシーンとか、あ、こんばんは。ちょっと映ります ?YouTube ライブ。すいません。そんなこと言ったらさ、街中のさ撮影とかさ、お花見のシーンとか、夏に交差点で女の人が汗かいて立ってるところとかさ、そういうのがさ報道できなくなるじゃん。そっちもさ報道できなくなるじゃん。俺は風景の撮影をしてんだよ。あ、お姉さんは、これは、お姉さんは、どういうあれか。お姉さん。あ、そう、はいはい、変わりない、大丈夫だよ、明日。お姉さんは、ちょっとこれ、どういうお姉さんかな。これ、お姉さんは。お姉さんは、お、どういう。あ、お姉さん、こんばんは、に、こんばんは。お姉さんは一体どういうあれですか。僕の、あ、こんばんは。あ、お姉さんこんばんは。お姉さんよかったら僕とゼリーでも。トムとジェリー、あ、こんばんは。お、これ時々取れ高あるとこ、ここ。これ待ってて時間ある人が多いから取れ高あるとこ。あなたはずいぶん、あ、お姉さんご旅行中ですか。ずいぶん若そうだな。うん、どんぐらいじゃこりゃ。どんぐらいだこあ、こんばんは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 。お、アイスかな、アイスか。お、コリアン風アイスか。あ、お姉さんこんばんは。あ、お姉さんこんばんは。
こんばんは、こんばんは。あなたは随分若そうだな。あれ、お、お、なになに、あ、こんばんは。これ、これ、この、あ、お姉さんこんばんは。お姉さん、お姉さん、お菓子でも。どうよこれ、どうなってるよ。ん、わー、新大久保ですよ、新大久保。これね、新大久保コリアンタウン、どうですかこのコリアンタウンは。コリアンタウンね、 YouTube 生放送。あ、 JK さんがまだ、お、これは、お、こんばんは。 YouTube ちょっと映ります、ライブ。ランマルさんですよね。あ、ランマルじゃないです、森です、森です。違います、違います。ランマルさんですよね。バイバイ。ランマルさんですよねって、違いますよ。違う違う、そっちじゃないからって。ランマルさんですよねって普通に。違いますよ、もうランマルさんじゃないって。あ、お姉さん、お、ちょっと OL さんっぽいな、港区系の。さっきランマルさんですよねって普通に。いや、今さっき JK さんにの集団にランマルさんですよねって言われて、違います違いますって、ランマルさんじゃないですよねって。今新大久保、新大久保、新大久保。お、こんばんはに、こんばんはに。あ、こんばんは、こんばんは。どうもどうも。新大久保駅の、ほら、新大久保駅、ほら、新大久保ステーションって書いてある。ほら、新大久保ステーション。ね。ほら、新大久保ステーション。あ、お姉さん、こんばんは。新大久保ステーション。やあ、お、こんばんは。ギャルさんの集団が、ランマルさんじゃないです。新大久保、新大久保ね。新大久保。チカチカしてますね。お、お、私も韓国一回だけ行ったことありますよ。あら、お姉さん、ちょっと映ります、この、あの属性の方々。あ、お姉さんこんばんは。めったにだってね、接する機会がないからって、こういう方が。あ、こんばんは。これはもう
さっきランマルさんですよねって言われて、ランマルさんじゃないですよ。勘違いしてる人いるから全然違うって。みんなで判断した。ユーナが。ランマルさんじゃないって。今新大久保にいます。新大久保。これ新大久保。これ新大久保でしょ。新大久保。新大久保ね。間違いなく新大久保。うん、ね、新大久保。ね、新大久保。新大久保。これはどういう関係かな。あ、お姉さんこんばんは。これはどういう関係かな？ん？どういう関係？あ、お姉さん？さあ、どの辺に？あ、お姉さん、あ、カミンシャ、ニーハオ。あ、お姉さん、こんばんは。YouTube ライブ中？どうぞ。こんばんは。あ、お姉さんインタビューしてもいい？YouTube ライブ中？どうぞ。新大久保。新大久保ね。今度しゃこれだけ。あ、こんばんは。お姉さんこんばんは。ちょっとしゃべろっか。これ、あーちょっと、これ、あーちょっと、よしよし。お、これは YouTube ライブ中だよ。あ、あ、こんにちは。 YouTube ライブ中、あ、ごめんね。そうです、そうです、桜組さん、あの蘭丸さんはお名前になっちゃいました。でもさっきなんか渋谷蘭丸さんですよねって言われました。ここがもうちょっとこっち、桜組さん、そうです、あの蘭丸さんこの前お名前になっちゃいました。でもあの蘭丸さんですかって言われました。俺は行動での撮影をしてんだよ。でもその中に明らかに彼女が映り込んでいて、こんなこと言ったってさ、これだからいつまでも減らないんだぞ。あなたが動画を撮影してるから。車だってさ、今2台に1台防犯カメラついてんだよ。区の SP だってさ、防犯カメラつけてんじゃん。みんな勝手に撮ってんだよ。でもあなたとは目的が違いますよね。え、目的があって？俺も編集しますよ。それでプライバシーの侵害があればそこはぼかす。今ここに要当事者がいるのに、なんで第三の媒体を経由する必要があるんですか？だってさ、上がんなかったらさ、肖像権の侵害にも何もなんないじゃん。お姉さん、こんばんは。あ、こんばんは。こんばんはにって。
こんばん、こんばんはに、あ、お姉さんこんばんは。あ、桜組さんありがとうございます。あら、お姉さん、あ、ウェアフロム。あ、さっきのお姉さん。ありがとうございます。今新大久保にいます。新大久保に。ね、新大久保。あ、お姉さんこんばんは。よかったらインタビューでも。こんばんはに。新大久保ね、コリアンタウン、もうすっかりね夜も更けてまいりました。現在19時に30分でございます。すっかり夜、あ、お姉さんこんばんは。よかったらお貸してもってインタビュー受ける？受けない？あ、キャメラマン？あ、お姉さんこんばんは。カメラを奪うなよ。交番行くから。お願いします。わー、親子仲いいこと、親子仲いいこと、犯罪？何度？おーい、また警察沙汰になったぞ。よろしく。あ、お姉さんこんばんは。カメラを奪うなよ。交番行くから。カメラを奪うなって。交番行くから。カメラ撮られた。顔撮られて嫌だったってことですか？じゃあまずカメラを返してもらって、あなたはなんで人の顔に向けてカメラで撮影してるんですか？俺は風景を撮ってただけだよ。盗撮？もし盗撮してなかったらどうする？動画を、あ、お姉さん素敵な扇風機映してもいい？ダメ？こんばんは、こんばんは、こんばんは。あ、お姉さんこんばんは。ちょっとこう夜の新大久保って感じしてくるじゃん。ハロだって、上がんなかったらさ、肖像権の侵害にも何もなんないじゃん。今ここで両当事者がいるのに、なんで第三の媒体を経由する必要があるんですか？消してもらえればそれでいいじゃないですか。やだよ、俺は一度も動画消したことない。俺にはさ、今度著作権があるんだから。著作権法ってのはあるけどさ、肖像権法はないからね。いやでも彼女が嫌がってるから肖像権があるじゃないですか。著作権よりも肖像権の方が優先されるじゃないですか。いや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 、
肖像権法ってのはないからね。著作権法あるけどさ、今日の分の俺の取れ高がそんなの知らないっすよ。この辺はあらあら、お姉さんちょっと、おここはいいんじゃないですか。こんばんは。ちょっと映ってもいいですか。あー、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっともう映れないの？ん？これ。だって上がんなかったらさ、肖像権の侵害にも何にもなんないじゃん。いや今が嫌だって本当に言ってるんで。大体大久保公園は250ぐらいのチャンネルがあって、毎日 2,30 人が撮りに来てる。それ俺はこうやってカメラをぶら下げてるけど、拒否権を与えるためにね。他はだいたい隠しカメラで撮ってる。俺はあえて拒否権を与えるために、いや嫌だって言ってますよ。それから撮ってないよね。いや今もこうやって音声とか残すために録音し続けてるじゃないですか。いやだからこの街中の撮影だよ。街中での撮影は自由なんだよ。でも明らかに彼女が、彼がね、顔がこう映ってるわけじゃないですか。それなんであなたは消さないんですか。いや俺に著作権があるんだよ。車のドライブレコーダーだって今2台に1台ついてんだよ。これタワーじゃん、タワー、タワーね、タワー、タワー。現在時刻はね、19時36分。まあこの辺りは何て言えばいいんだろう、場所的には大久保公園の横斜めらへんかな、斜めらへんかな。なんで斜めらへんって、うん、こんばんは。斜めらへん、大久保公園周辺、これだ、この柵が、あ、柵、あ、こんばんは。あ、お菓子食べますか。ちょっと映りますか、 YouTube ライブ。あ、はいはい。だってこう安易薬局、安易薬局。あ、お姉さんこんばんは。あ、こう柵ね、安易薬局ね、安易薬局。だってさ、上がんなかったらさ、肖像権にも、こんばんは、肖像権の侵害にも何にもなんないじゃん。嫌だって言ってますよ。じゃあモザイク入れると約束しよう。モザだよ、モザ。それは信用ならないから、その部分だけ削除してもらえればって。
咲くね。これだけ長い串が、あ、お姉さんこんばんは。串があればさ、大きなお団子が作れそうだよね。この串、咲く？咲くというか串というか、よし。ん？こうか。こうか。こうか。お、さっきのキッズさんたちがいなくなってんじゃん、こう、ここ。キッズさんたち、さっき。これね。ここね。ここ。旬な場所っていうところ。旬な場所の、ね。やっぱ病院前だから、ほら。病院前だから救急車がね、こう通るよね。よく。知ってる人いるかな？いないかな？する人ピンク知ってる人いるかいないか。嘘嘘西武新宿駅今日はユキニャンさんはいないかな。パッと見ユキニャンの姿はいなそうですね。まだユキニャンエリアじゃないけど、あ、お姉さんこんばんは。お姉さんこんばんは。この前インタビューさせてくれた女の子たちがいたところに行ってみますか。あそこはどの辺だ、セブンイレブンのところらへんかな。セブンイレブンのところらへん。いいよーって、え、ライブ中とかって言って、え、どんなインタビューってなんか行ってよかった国とか行ってみたい国とかそれぐらいのインタビューですって言って、いいよーって、じゃあ1分ぐらいだけって。ね、あれもっと先かまだこれよりももっと先なんだ。あれ違うか、そうだよね。こんばんは。この先だな。あ、お姉さんこんばんは。お姉さんこんばんは。すでにこのライブも1時間半ぐらいですか。結構長くは撮ってるか。長くは。あ、こんばんは。
こんばんは。あ、ここじゃん、このセブンイレブンじゃん。先週お姉さんたちが、22歳と23歳のお姉さんがインタビュー受けてくれたとこ、ここだよ、ここ。これですよ、まさに野生街録的なですねものがあるじゃん、野生街録的な部分が。野生街録的な側面もありますからね。こんばんは。お、これレンタルルーム R じゃないですか。レンタルルーム R。ここはね、オールタイム70分2000円。ナイトパック3900円。シャワーもね、全室完備。そうでございます。ね、レンタルルーム R さん。レンタルルーム R。 今度さ、 R でもあればしゃ。あ、涼しいな、びっくりした。こうおこぼれじゃないけど、ん、どの辺が涼しかった、この辺。この辺が涼しかったか、この辺かな、びっくりした。この辺か、涼しいの、涼しいの、これ。ちょ、レンタルルーム R と私みたいなの取っとく、取っとかなくていいか、別に。レンタルルーム R。 レンタルルーム R さん。それだけ。ゆうかれんさんいるかな、ゆうかれんさん。あ、お姉さんこんばんは。かまちんね、ちょっとしゃべろっか。かまちんね、気持ちいいね、ちょっとしゃべろっか。うちの娘いるかな、うちの娘、うちの娘、
うちの娘、あ、お姉さん扇風機素敵ですね。ぱっと見ゆきにゃんの姿は、娘たちのいるうちの娘いるかなみたいな、ゆうかれんさんいるか、ゆうかれんさんいないか、これすごい、これ東横前みたいな、いわゆる最近の東横前みたいな、東宝シネマズ横みたいな、これ、うん、あ、こんばんは、お姉さんこんばんは、お、お姉さん、こんばんは、こんばんは。Move.